ウォーレン軍はアメリカ合衆国入りの異州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は17,707人であり、2000年の18,735人から5.5%減少した。軍庁所在地はモンマスであり、同軍で人口最大の都市でもある。ウォーレン軍東林のノックス軍と共にゲールズバーグ小都市圏を構成している。 ウォーレン軍は1825年にパイク軍から分離して設立された。1825年までのパイク軍はイリノイ側の北と西すべての領域で構成されていた。1841年、ウォーレン軍西部からヘンダーソン軍が分離設立された。軍名はアメリカ独立戦争の1775年、バンカーヒルの戦いで戦死したジョセフ・ウォーレン博士に、 ちなんで名付けられた。ウォーレンは独立戦争で最初に倒れた士官だと考えられている。現在の軍庁舎は1895年にポーテージ石で建設されたものである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は543.05平方マイルであり、このうち陸地542.40平方マイル。 水域は0.65平方マイルで、水域率は0.12%である。空港主要高規格道路近年、群長所在地である、モンマス市の平均気温は1月の下市15度から7月の下市85度まで変化している。過去最低気温は1905年2月に記録された下市27度であり、過去最高気温は1936年7月に記録された。 下市110度である。月間降水量は1月の1.62インチから7月の4.33インチまで変化している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。法の執行を行う組織として、州政府のイリノイ州警察第14区が南隣のマクドナウ郡マコーム市にある。軍には軍法案官事務所がある。アレクシス市とモンマス市にはそれぞれ市警察がある。 また時系組織として、ウォーレン軍、モンマス補助警察団がある。ウォーレン軍は、下記15の軍区に分割されている。ありがとうございます。